このコーデはサッカーにおけるイングランドとスコットランドのライバル関係について特にイングランド代表とスコットランド代表の関係について記述する。国代表における世界最古の国際親善試合は1872年にグラスゴーで行われたイングランド代表対スコットランド代表の試合である。両国のライバル意識の形成には ブリテン島の歴史が大きく関係しており、一世紀に渡る対抗意識の社会的、文化的影響、また、両国の対立が両者の対戦に激烈な性格を与えた。スコットランドのナショナリズムもまた、スコットランド人のイングランド撃破に対する欲求の要因となっており、スコットランドのスポーツジャーナリストは、伝統的にイングランドのことを、赤年のライバルと表現する。 しかし、両者のライバル意識は1970年代に低下し、特に毎年行われていた定期戦が終了した1989年以降は、ライバル意識の薄れが顕著である。イングランドは、ドイツ代表やアルゼンチン代表にもライバル意識を抱いており、今日では、歴史的なライバルであるスコットランドよりも彼らの方が重要なライバルとされている。BBC は、 初めての対戦が行われて以来、すべての試合が良い試合であり、また悪い試合でもあると指摘している。ガーディアン氏は、かつて、非常に多くの選手、監督が、両国国境を通過しているため、この対戦は、ライバルからの深淵なる、勝利の可能性を象徴していると報じた。2008年11月までに110回の対戦が行われており、イングランドが45勝。 スコットランドが41勝、引き分けが24試合である。1872年にハミルトンクレセントで行われた初対戦のイラストスコットランド代表対イングランド代表のイラスト1863年、フットボールアソシエーションによってサッカーのルールが取り決められて形式化された。1870年までに FA で秘書を務めていたチャールズ・ウィリアム・アルコックは、 クラスゴーヘラルド氏を含むスコットランドの各新聞にスコットランド対イングランドの国際試合の選手募集広告を掲載した。しかし、アソシエーションルールの信奉者はスコットランドの鋼の前では敵兵に値しないというスコットランドの講習からの反応もあった。アルコック会長はこれらの試合でプレーする権利をツイード側の北側にいるか南側にいるかに限らず、 全てのスコットランド人選手に開かれていると強調したが、実際にはスコットランド代表選手の全員がイングランドに居住するスコットランド人で構成された。1870年と1871年の対戦は国際サッカー連盟から正式に認知されているわけではないが、スコッツマン氏は国際試合と表現し、グラスゴーヘラルド氏は 真の国際サッカー試合と表現した。この2試合はただ、世界で初めて行われたサッカーの国際試合だっただけではなく、チーム戦術が例上された試合でもあった。例えば、1870年11月19日の試合の監修は、この試合を多くの連携プレーが見られた試合とみなしており、1871年2月25日の 試合に出場した選手はゴールを生むために選手が協力していたと記している。1872年10月3日に FA によって記された覚書にはスコットランドにおけるサッカーのさらなる発展のため本シーズン中にグラスゴーにチームを送ってスコットランド代表と対戦すべきと決定されたことが記されている。1872年12月2日のスコッツマン氏によれば 当時のスコットランドに存在するサッカークラブは約10クラブだけだった。この時期の国際試合はスコットランドのサッカー人口増加に貢献した。国際サッカー連盟によって認められている初の国際試合は1872年11月30日、スコットランドの祝日であるセントアンドルーズデーに西スコットランドクリケットクラブのホームスタジアムである。 パルティック地区のハミルトンクレセントで行われた。当時のスコットランドで最も成功を収めていたクイーンズパーク FC の選手がそのままスコットランド代表となった。入場料は1シリングであり4000人が感染した試合はスコアレスドローに終わった。1873年3月8日、今度はイングランドで対戦が行われ、イングランドのアレクサンダー・ボンサーが 国際試合における初得点を記録し、イングランドが4-2で勝利した。この試合以後、スコットランドとイングランドの対戦は、年1回の定期戦となり、両国で交互に開催された。1874年の試合は再び、ハミルトンクレセントで行われ、2から1で勝利したスコットランドが初勝利を記録した。1870年代後半には、スコットランドが3連勝し、 特に1878年の試合では7から2で大勝した。1872年に最初の対戦が行われて以来、1989年まで毎年春に定期戦を行っていた。1884年から1984年まではブリティッシュホームチャンピオンシップの最後を締めくくる試合だった。同大会は1950フィーファワールドカップ。 1954、FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権1968の際に予選の一部として行われた。毎年1試合の開催だったが、スコットランドサッカー協会の創立100周年、記念新前試合が行われた1973年は、ブリティッシュホームチャンピオンシップと合わせて2試合の対戦が行われた。1984年に、 同大会が廃止されると、1989年までは、ローズカップの一部として、定期戦が行われた。1928年の対戦1928年に、ウェンブリーで行われた試合には、スコットランドがこの1で勝利し、スコットランドの出場選手が、ウェンブリーの魔法使いたちと称されるとともに、この試合は今日まで神話として語り継がれている。スコットランドとイングランドは、 ブリティッシュホームチャンピオンシップで支配的な成績を収めていたが、この年の大会では互いにアイルランドとウェールズに敗れており、再開決定戦という意味合いも持っていた。スコットランド勝利の結果、イングランドは大会史上2度目の単独再開となった。イングランド V スコットランド1961年の対戦1961年の試合はイングランドが9-3で勝利した。 両者の対戦での最大得点差記録を更新し、スコットランドにとって不名誉な試合となった。キーパーのフランク・ハフェイは後にオーストラリアへの移住を決断しているが、この試合での低調なプレーも理由の一つである。ハフェイのプレイぶりのひどさはイングランドにおいてスコットランドのキーパーは質が低いという固定観念を生んだ。 イングランド V スコットランド1967年の対戦1967年の対戦は UEFA 欧州選手権1968予選の一部として行われたがこの試合はスコットランドにとってイングランド戦での最も有名な勝利となった。イングランドは前年に 1966FIFA ワールドカップで優勝しておりこのスコットランド戦まで19戦無敗を続けていた。 試合序盤にはイングランドのジャック・チャールトンが負傷したが、アルフ・ラムジー監督は規則に阻まれて、J ・チャールトンを交代させられず、不慣れなセンターフォワードでプレーさせざるを得なかった。27分にスコットランドのデニスローが先制点を挙げ、78分にはボビー・レノックスが追加点を決めた。84分には J ・チャールトンが1点を返したが、すぐに、 スコットランドのジム・マカリオグが再び2点差とする得点を挙げた。ジェフ・ハーストの得点でイングランドが再び1点差に詰め寄ったが、スコットランドが3-2で勝利した。試合終盤にはスコットランドのジム・バクスターがキーピー・ヤッピーを見せた。イングランドは他会場の結果により UEFA 欧州選手権1968本大会出場権を獲得したが、試合後、 スコットランドのファンは、自らが非公式サッカー世界王者であると、冗談めかして主張した。ロー、バクスター、ビリーブ・レムナーなどが所属する、セルティック FC は1ヶ月後に UEFA チャンピオンズカップ優勝を果たした。イングランド V スコットランド1977年の対戦1977年の対戦は、スコットランドのアリー・マクラウド新監督にとっての初采配試合だった。 42分、左サイドからのフリーキックにゴードン・マック・イーンがヘディングで合わせ、スコットランドが先制点を挙げた。60分にはケニー・ダルグリッシュがリードを2点に広げ、イングランドの反撃は PK による1点にとどまった。スコットランド国内では 1978FIFA ワールドカップに向けて楽観的な雰囲気が作り出され、イングランドにとっては、 ロン・デイビス監督の退任を早めた。試合後には、スコットランドサポーターたちが、ピッチ内に乱入し、芝を引き剥がしたり、ゴールポストを破壊したことから、イギリスにおける、フーリガニズムの認知に貢献した。イングランド V ・スコットランドユーロ1996、UEFA 欧州選手権1996の、グループリーグ組分け抽選では、欧州サッカー連盟が2国を、 計画的に別組に組み分けるという噂も報じられたが、イングランドとスコットランドは同組となった。本大会がイングランドで開催され、なおかつ過去7年間で初めての対戦となるため、組み分け抽選後には多くの論評や期待が寄せられ、試合のチケットは抽選会から2日間で完売した。同グループにはスイス代表とオランダ代表も組み入れられた。 グループリーグでの両者の対戦は1996年6月15日の土曜日にウェンブリーで行われた。試合前に流れたスコットランドの国歌はイングランド人観客のブーイングで完全にかき消された。前半はスコットランドがより多くのチャンスを作ったがほぼ互角の戦いで0から0に終わった。後半から出場したジェイミーレドナップがイングランドに流れを引き寄せ、 アランシアラーがヘディングシュートを決めてイングランドが先制した。76分にはゴードン・デューリーがトニー・アダムスから反則を受けスコットランドが PK を得たがガリー・マカリスターのキックはデビット・シーマンにセーブされた。そのすぐ後にはスコティッシュ・プレミアリーグのレンジャーズ FC に在籍していたポール・ガスコインがイングランドに追加点をもたらした。後に イギリス首相に就任するスコットランド人のゴードン・ブラウンはガスコインの得点は私にとってお気に入りの瞬間だと発言したと報じられスコットランドで批判を呼んだが本人はこの発言について否定しているイングランドはグループリーグ最終戦でオランダを4-1で下し大会史上初のグループリーグ突破を決めたがスコットランドはオランダと勝ち点得失点差で並び 得点数で下回って、グループリーグ敗退に終わった。ガーディアン氏は後に、イングランドサポーターの歓喜は78分の、パトリック・クライファートのゴールと共に終わり、それによって、スコットランドの準々決勝進出の望みもついえたと、書いている。スコットランド V イングランドユーロ2000予選、UEFA ユーロ1996後には、定期戦の再開が前向きに検討されたが、 UEFA ユーロ1996号は3年間対戦機会がなかったが UEFA ユーロ2000予選では両国ともグループ2位に終わりプレイオフで対戦が実現した。ファーストレグは1999年11月13日の土曜日にグラスゴーのハムデンパークで行われたが両者がスコットランドで対戦するのは10年ぶりのことであった。ポールスコールズが2得点し、 イングランドが2のゼロで戦勝した。試合後のグラスゴー市中心部では、サポーター同士のトラブルがあり、51人が逮捕された。セカンドレグは11月17日に、ロンドンのウェンブリーで行われ、試合を優勢に進めたスコットランドが、ダン・ハッチソンの得点で先制。2点目にも迫り続けたが、最小得点差での勝利に止まり、2試合合合合計2から1でイングランドが、 本大会出場を決めた。スコットランド V イングランドイングランド V スコットランド1999年11月に行われた UEFA ユーロ二2 0 0 0予選プレイオフ以降は13年以上も対戦機会がなかった。ブリティッシュホームチャンピオンシップの復活や両者の定期的な対戦を期待する声は大きかった。2006年12月、北アイルランド代表のローリー・サンチェス監督は ブリティッシュホームチャンピオンシップの代わりとして、スコットランド、北、アイルランド、ウェールズ、アイルランド共和国が競う大会の設立を提案し、2011年には、同4カ国が競うネーションズカップが初開催された。2007年に、ウェンブリーが再オープンした際には、イングランドが、コケラ落としの相手として、スコットランドを招待することを期待する声もあったが、結局実現しなかった。 2007から08シーズン終了後には一度限りの親善試合が検討されたが、スコットランド代表のジョージ・バーリー監督が試合開催時期に異議を唱え、試合は行われなかった。スコットランドサッカー協会の最高責任者であるゴードン・スミスは FA の懸念事項は、両国間の対戦がフーリガニズムと結びつけられることであると述べた。 シティオブマンチェスターで行われた2007から08シーズンの UEFA カップ決勝ではレンジャーズ FC のサポーターによる暴動が発生していた。2012年6月16日 FA は自らの創立150周年記念として2013年8月にスコットランドと親善試合を行うことを発表した。2013年8月14日に行われた親善試合では スコットランドが2度もリードを奪ったが、結局イングランドが3-2で勝利した。イングランド V スコットランドイングランド代表と、スコットランド代表の対戦はこれまでに110回あり、それぞれにとって最も多く対戦した国である。対戦成績ではイングランドがやや上回っており、イングランドが45勝、スコットランドが41勝である。引き分けが24試合あるが、 スコアレスドローに終わったのは3試合しかなく、1872年から1970年までの98年間に行われた試合では、必ずどちらかに得点が生まれた。イングランドは192得点を上げており、スコットランドは169得点を上げている。最大得点差勝利は1961年に行われたブリティッシュホームチャンピオンシップで記録され、 この試合はイングランドが6点差で勝利した。スコットランドの最大得点差勝利は1878年に行われた試合の5点差である。1937年にグラスゴーのハムデンパークで行われた試合では過去最多の観客数が記録され、これは観客数のヨーロッパ記録にもなった。スコットランドは初対戦からの16試合で10勝を挙げ、 長らく勝利数でイングランドを上回っていた。スコットランドはイングランドの1、10の人口しか持たないが、19世紀後半のスコットランドではパスサッカーが発達したことでイングランドより優勢に立ち、1880年代後半にはスコッチプロフェッサーズと呼ばれる優れたスコットランド人選手たちがイングランドのプロクラブで活躍した。第二次世界大戦後は圧倒的に イングランドが優勢であり、1983年のブリティッシュホームチャンピオンシップの勝利で初めて対戦成績が逆転した。両国代表の対戦同様に、両国のクラブの対戦もまた、欧州カップ戦などで数多く行われている。イングランドのクラブとスコットランドのクラブの対戦は、メディアによってバトルオブブリテンと表現されることも多い。バトルオブ ブリテンの中で最も有名な試合は、1969から70シーズンの UEFA チャンピオンズカップ、準決勝でのセルティック FC 対リーズユナイテッド AFC 戦である。この試合を機にバトルオブブリテンという表現が広まった。エランドロードで行われたファーストレグは、アウェーのセルティックが1から0で勝利した。セカンドレグは、多くの観客が見込まれたため、 セルティックパークではなくハムデンパークで行われた。ビリーブ・レムナーの得点でリーズが2試合合計1から1の同点に持ち込んだが、その後逆転したセルティックが2から1で勝利し、2試合合合計3から1で勝ち上がりを決めた。1992から93シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選2回戦では、レンジャーズ FC とリーズが対戦したが、レンジャーズが ホームアウェイもに勝利し、クラブ史上初の本戦グループリーグ出場を決めた。1997から98シーズンの UEFA カップ1回戦では、セルティックとリバプール FC が対戦し、アウェイゴールルールにより、セルティックが涙を飲んだ。しかし、2002から03シーズンの同大会決勝では、2回戦でブラックバンドオーバーズ FC を、 準々決勝でリバプールを撃破したセルティックが決勝まで勝ち上がった。セルティックとマンチェスターユナイテッド FC は UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグで2009から10シーズンの同大会予選ではアーセナル FC がセルティックを2試合合計5から1で下した。二千十から十一シーズンの同大会グループリーグではマンチェスター U とレンジャーズが同組となり オールドトラフフォードで行われたファーストレグはスコアレスドローに終わった。デイリーテレグラフ氏のロディ・フォーシスは、両リーグの経済的不均衡の拡大が観客数の低迷に反映されていた。レンジャーズは、守備的な戦術を採用し、マンチェスター U は控え選手を出場させたとコメントした。2011から12シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは、 ハートオブミドロシアン f c とトッテナムホットスパー FC が対戦し2試合合計5から0でトッテナムが勝利した2012から13シーズンの同大会予選プレイオフではハーツとリバプールが対戦し2試合合計2から1でリバプールが本戦グループリーグイングランドとスコットランドのクラブは UEFA チャンピオンズリーグや UEFA ヨーロッパリーグ以外の大会でも数多く対戦している。1938年にはエンパイアエキシビショントロフィーが開催され、アイブロックススタジアムで行われた決勝では、セルティックがエバートン FC を1から0で下して優勝した。1953年には、前年のエリザベスに衰退感を記念して、コロネーションカップが開催された。両国から競合4クラブが、 トーナメント方式の大会に参加し、準決勝でイングランドのクラブを破ったセルティックとハイバーニアン FC が決勝で対戦。同国対決となった決勝はセルティックが2から0で勝利して優勝した。1955年、欧州サッカー連盟が UEFA チャンピオンズカップを創設した。1970年代にはアメリカの石油会社テキサコが カンリスポンサーを務めるテキサコカップが設立され、主要な UEFA 主催カップ戦の出場権を逃したクラブが、トーナメント方式で優勝を競った。しかし、この大会への人々の興味はすぐに薄れ、テキサコは1974から75シーズン終了後にスポンサーを降りた。大会自体は、アングロイコールスコティッシュカップという名称で、続けられたが、 1981年に廃止された。イングランドとスコットランドは共に、イギリスの一部であるにもかかわらず、多くのスコットランド人が、イングランドの対戦相手を応援し、また多くのイングランド人が、スコットランドの対戦相手を応援するという、事実によって、両者のライバル意識は明白である、スコットランド人がイングランドを応援すべきかどうかは、常に白熱する議論の題材となる。 スコットランドのサポーターの中には、イングランドが嫌いなら、立ち上がれや、イングランド人が嫌いなら手を叩けを歌う者もおり、イングランドのサポーターの中には、スコットランドが嫌いなら、立ち上がれや、ジョックであるよりもパキである方がマシを歌う者もいる。しかし、国際大会で、イングランドが良い成績を上げることを願う、スコットランド人も存在する。 2002FIFA ワールドカップ開催直前の調査によれば、スコットランド人の1、3は、イングランドを応援するつもりと回答し、イングランドの対戦相手を応援すると回答した、スコットランド人はわずか1、6だった。2010FIFA ワールドカップ前の調査では、両者の差が縮まり、それぞれ1、4だった。この2大会の調査で最も多かった回答は、どちらでもないだった。 スコットランド出身でマンチェスターー監督のアレックス・ファーガソンそのライバル意識にかかわらずスコットランド・イングランド関連の選手、監督の往来は激しい。イングランド人選手がスコットランドのクラブでプレーすることも多いが歴史的にスコットランド人選手がより裕福なイングランドのクラブに移籍することが多い。イングランドの多くの名門クラブはその歴史に スコットランド人が深く関わっている。ダブルを達成した1960から61シーズンのトッテナムホットスパー FC には、ビル・ブラウン、デーブ・マッカイ、ジョン・ホワイトの3人のスコットランド人選手がいた。デニス・ローは、マンチェスター・ユナイテッド FC の歴史上、第2位の得点数を挙げた。1970年代から1980年代にかけて黄金期を築いた。 リバプール FC には、ケニー・ダルグリッシュ、クレアムス・スーネス、アラン・ハンセンなどのスコットランド人選手がいた。マンチェスター・ユート・リバプールはイングランドで最も成功を収めた2クラブであるが、スコットランド人のマット・バズビー監督と、ビル・シャンクリー監督の功績は外せない。スコットランドでのプレー経験がある名の知られた、イングランド人選手は数少なかったが、1985年に起こった。 ヘイゼルの悲劇に対する措置として、イングランドのクラブは5年韓国際試合への参加を禁じられたため、1980年代後半には、多くのイングランド人選手が、スコットランドのクラブに流入し、テリー・ブッチャー、トレバースティーブン、ゲイリー・スティーブンス、クリス・ウッド、マーク・ヘイトリーなどの著名イングランド人選手が、レンジャーズ FC でプレーした。この時代のレンジャーズは、 マンチェスター U よりも裕福であり、それゆえにイングランド最大のクラブよりも高額の年俸をオファーできたしかし、プレミアリーグ発足後にはレンジャーズやセルティック FC より裕福なイングランドのクラブが増加した。近年は名のあるイングランド人選手がスコットランドでプレーすることはないが、セルティックのクリス・サットンとアラン・トンプソンは2003年の UEFA カップ準優勝に大きく貢献した。また近年はイングランドの主要クラブへのスコットランド人選手の流入数が減少している。国際大会におけるスコットランド代表の競争力は低下し続けており、イングランドプレミアリーグはブリテン諸島ではなく世界中からスター選手を引きつけている。選手の枯渇とは対照的にスコットランド人指導者は イングランドプレミアリーグの主要クラブで地位を確立しており、アレックス・ファーガソンやデビッド・モイーズやアレックス・マクリーシュなどがイングランドのクラブを率いている。2010年、ファーガソン監督はイングランド代表監督就任オファーを拒否していたと発言したが、その理由の一つとして、スコットランド人がイングランド代表監督に就任するには凄まじく不利な条件があることを挙げた。また、 何人かのイングランド人監督は、スコットランドのクラブで監督経験があり、ジョン・バーンズや、トニー・モーブレイや、テリー・ブッチャーなどが知られている。イングランド出身のジョー・ベイカーは、イングランドのフットボールリーグでのプレー経験なしに、イングランド代表に選出された初めての選手である。ベイカーがプレーした当時は、出身国の代表でしかプレーすることができなかったが、やがてこの規定が緩和され、 スコットランド人の祖父母や父母がいれば、イングランド出身でもスコットランド代表でプレー可能となった。これにより、アンディ・ゴラムやスチュアート・マッコールはイングランド出身でありながらスコットランド代表でプレーした。イングランド代表の事実上のホームスタジアムであるウェンブリーで行われたが、スコットランド代表がホームチーム扱いだった。1九百二年四月五日にアイブロックススタジアムで、 行われた試合の再試合である。4月5日の試合では、試合中に立ち見席が崩壊して25人の死者を出した。5月3日の試合は、被害者に対する寄付を募るために行われた。第一次世界大戦の影響で、毎年の定期戦は1915年から1919 19年まで行われなかった。第二次世界大戦の影響で、 毎年の定期戦は1940年から1946年まで行われなかったが、非公式の国際試合は戦中も行われた。1950FIFA ワールドカップヨーロッパ予選の一部として行われた。1954FIFA ワールドカップヨーロッパ予選の一部として行われた。ABUEFA 欧州選手権1968予選の一部として行われた。 1872年以来98年ぶりとなるスコアレスドローに終わったスコットランドサッカー協会の創立100周年を記念した親善試合である a b 2試合合合計2から1で勝利したイングランドが UEFA ユーロ2000本大会出場権を獲得したありがとうございます